はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。ガスバーナーについてちょっとやっていきますという形になります。はい、ガスバーナー、オレンジの炎が出ているときはやばいです。はい、オレンジの炎が出ているときは空気が不足しております。空気が不足しているという状態になるので、一酸化炭素が大量に出て、最悪の場合一酸化炭素中毒で死んでしまうという形になってしまいます。したがって、もしオレンジの炎が出てきた場合に関しては、いいですか？空気調節ネジ、こちらですね。空気調節ネジできちんと空気を送り込んであげてください。いいですか？空気を送り込んであげてください。で、空気調節ネジによって空気を送り込むことによって、いいですか？空気を送り込むことによって、このオレンジの炎を青い炎に変えてあげてください。青い炎、ね、青い炎をわざわざ赤で書くというややこしいことです。が、はい、オレンジの炎が出ているときは、酸素が不足しているという状態になっています。いいですか？空気不足の状態が発生してしまっているというふうな形になりますので、ガスバーナーでオレンジの炎が出ていた場合に関しては、空気調節ネジをひねって、酸素不足を解消してあげて、青い炎に変えてあげましょうという形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。